守った時、日向様。ねじ兄さん。俺が修行の相手をします。宗家の主が稽古の相手を務め、術を子に伝承していく。戻ってくるのは早くて1ヶ月後。日向様の相手は俺が代わりにと言いつかっています。行きますよ。はい。1本目。はい。次。はい。36本目。75本目。はい。93本目。大丈夫？そんな強く叩いてないけど。あちこち打ち身がひどくてちょっと家の行事でネジ兄さんと修行してるの。今度の週末花火大会があるでしょ。それに行こうと思ってるんだけど、日向も一緒にどうかなって。あいつもどうしても来るっていうのよ。日向！ナルトくん。ほら。ちょっと日向、行くの？行かないの？なんだあいつ、どうかしたのか？一つ一つの術にこだわりすぎです。術の正確さにこだわり、脇、肘、待て。これ以上俺の時間を無駄にしないでください。はい。8球、2勝、4勝、8勝、16勝、64勝。眼精疲労でしょう。急激に視力を使いすぎたようですな。あんた心当たりないの？わかんねえな。お、ここ2、3日あいつのこと見てねえからさ。俺は日向様のお守りではない。そんなこと言ってねえだろ。あっそ、いいよいいよ。さくらちゃん、直接日向んち行こうぜ。まさかお前が日向に怪我させたのか？日向様が未熟だからだ。あれ、お前知らねえのか？で、その日はさくらちゃんとデートをするの。くだらん。うわ、さくらちゃん、待ってくれってばよ。どうしよう、こいつ。さくらちゃん。そうですか。待ってください、先生。あれってネジだってばよ。隠れている。なんで隠れるんだ？日向様は花火大会を楽しみにしていて、どうしてもそれに行かせてやりたいんです。とても珍しい薬草でな、眼精疲労の特効薬と言われておる。裁きの谷。おいおい、取りに行くのは無理じゃぞ。安静にしておれば放っておいても治る。あと1週間ほどの辛抱じゃよ。そろそろ来ると思ってたぜ。ナルト、サクラ。ね。おう、ひな団地の前でつい聞いちまってよ。勝手にしろ。足手まといになっても助けてはやらんぞ。誰がなるかよ。どうしても見えるようになってもらって、邪魔者防御の役に立ってもらわないと。何よここ。すげえ霧だってばよ。お前たちはここにいろ。薬眼がないお前たちでは足手まといだ。赤い糸。よっしゃあ、さくらちゃん、行くぜ。バカな、ここは非武装地帯のはず。ナルト、サクラ。どんの勘違いおバカ。化粧回転。ネジ、てめえ。運命は自分の手で掴み取るものなんだろう。え、運命
さくら、ナルトを突き飛ばせ。チャンネル。まま、やや左へ拳を突き出せ。はっ、よっしゃー。うっ、激マヤ先生、ワイキー、カカシ先生。この裁きの谷には眼精疲労の特効薬があると言われている。気遊だったんだって。ん、キュバカ、気遊よ。同日の研究にこの谷の薬草は大いに役立つ。で、お前たちは青春。まさに青春じゃないか。キキマヨ先生、言ってることとやってることがだいぶ違うってばよ。目がなかったってばよ。人間があんな姿になるのに一体どれだけの時間がかかると思う？この谷が誰のものかわかるな、ネジ。はい。どれほど日向様が成長したのか見せてもらいます。